雲の糸芥川龍之介1ある日のことでございますお釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております 極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して、三途の川や針の山の景色が、 ちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄のにカに、神田,田という男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目にとまりました。この神田,田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ。 良いことを致した覚えがございますと申しますのはある時この男が深い林の中を通りますと小さな雲が一匹ロバ端を這ってゆくのが見えましたそこでカンダタは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたがいやいやこれも小さいながら命のあるものに違いない その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、このダタには雲を助けたことがあるのをお思い出しになりました。そうして、それだけのよいことをした報いには、 できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、地獄の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、そのクモの糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、遥か下にある地獄の底へ、 まっすぐにそれをおろしなさいました2こちらは地獄の底の血の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていたカン田タでございます何しろどちらを見ても真っ暗でたまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますとそれは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから その心細さといったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短索ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。 ですからさすがの大泥棒の神田タも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙津のように、ただもがいてばかりおりました。ところがあるときのことでございます。何気なく神田タが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、 銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れているように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田タはこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登って行けばきっと地獄から抜け出せるのに違いございません。いや うまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。そう思いましたから神田タは、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、 こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は、何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神畳もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、 糸の中途にぶら下がりながらはるかに目の下を見下しましたすると一生懸命に登った甲斐があってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れておりますそれからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいましたこの分で登って行けば 地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田タは両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた閉めた、と笑いました。ところが、ふと気がつきますと、雲の糸の下の方には数限りもない罪人たちが、 自分の登った跡をつけてまるでアリの行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるのではございませんか神田タはこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういう中にも、罪人たちは何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底から、うようよと這いのぼって、 細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今の中にどうかしなければ糸は真ん中から2つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して「こら罪人どもこの雲の糸は俺のものだぞ。 お前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとはめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が、急に神タのぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですから神タもたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ、 真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。三お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが。 やがて神田タが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながらまたぶらぶらお歩きになり始めました自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田タの無慈悲な心がそうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様の御目から見ると浅ましくおぼしめさったのでございましょう しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことは頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のお宮師の周りにゆらゆらうてなを動かしてその真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い香りが絶え間なく辺りへ溢れております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。 芥川龍之介。雲の糸。朗読は諸星めぐるでした。